ということでね、今回はいムーンライト伝説を歌わせていただきました。はい、アーティスト名ダリさんです。はい、セーラームーン見てた？めっちゃ見てた。世代世代、あ、世代なの？幼稚園の時すごい見てました。へぇ、ビデオデッキ、はい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 、をノーサイドで借りて見てましたよ。はい、で、誰もが知ってるこのムーンライト伝説なんですけれども、うん、今回衣装どうですか？これどうですか？どうですか？リアも来たし、水木も来たんだけど、うん、ティアラがたまたまあったんで、痛いらしいよこれ。痛い。これね、マコッピファンには結構ご褒美なぐらいの。普段ね、ロックな曲が多いんでね。どうでしたか？もうね、中身がおっさんにバレちゃってるからね。やめなさいなんかね、これがね、上品なポーズらしいですよ。水木ちポーズです。私の中での水木ちそうなんだ。よくわかんねえんだよ。リアは何じゃん？リアはあれだよ、うん、あの、これ、あー、まあ、やってるかも。こういう、あー、ここああ、確かに。ティーナは？ヒーナはね、なんかしゃがむイメージ、しゃがんで。あー、わかるわ。で、誠は？私はこう。あご。何これ、なんだこれ。これは前のチャンネルでもね、そう歌って出したよね。うん、そうなんです。あの、前回は俺のディレクション出して、今回は俺のディレクションありになるから、そうだね、だいぶ変わるんじゃないかと。だいぶ変わると思います。はい、はい、ということでね、まあ、ことは若干活動は減少しておりますが、うん、全力でこういう感じでね、そうですよ、活動しておりますので、はい、一曲あの YouTube 界に爪痕を残していこうと頑張っております。いや、あの、頑張ってます、僕も頑張ってます。はいはいはい、そんなマコピをね、ぜひあのお届けして、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい、あの、次はきっと白塗り。ん？白塗り？緑塗り何に歌うんでしょうね。ね、なんかきっとすごい格好してくれるんでしょうね。お楽しみに。お楽しみに。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、締めてください、はい。もしこの動画がいいなと思っていただけたら、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、縁結びでした。バイバーイ。